ともくん、ともくん、奈良公園行こう。奈良公園。いきなりどうしたの？鹿が骨を食べるって情報を手に入れたんだよ。え？ほら、これを見て。しかもこれ人骨。確かに骨を加えているね。肉も食べたのかな。鹿って草食だと思っていたよ。これは人間の遺体が自然界でどのように分解されるか調べた研究で撮られた写真でね、この鹿は骨だけじゃなくて肉も食べていたんだって。草食動物でも稀に肉を食べたり骨をしゃぶったりするらしいよ。キリンでもたびたび動物の骨をしゃぶっている現場が目撃されているよ。不足したミネラルをそうやって補っているんだって。ベジタリアンがサプリメントを飲むようなものだね。骨を食べる動物は他にもいるから、骨って結構美味しいのかもしれない。他にもいるんだ。骨ってそんなに美味しくなさそうだけど。ふん、私も子供の時骨を食べていたよ。軟骨の部分は美味しかったな。どんな動物が骨を食べているか、これから骨を食べる動物を紹介するよ。まずはヤマアラシ。ヤマアラシは齧歯類で前歯が伸び続けるから前歯を削るために骨をかじるんだって。夜な夜な動物の骨を集めて巣に持っていくんだよ。だからヤマアラシの巣の中は動物の骨だらけなの。そして前回も紹介したハイエナ。ハイエナの歯は丈夫で骨をも砕ける特別な形状をしているんだよ。まあそれでも骨ばっかり食べていると歯が削れてしまうけど。そして日本ではあまり知られていないヒゲワシ。ヒゲワシは食事の8割が骨なんだよ。大きな骨は空高く飛んで骨を落として適度な大きさにしてから食べるんだって。ヒゲワシが落とした骨に当たって怪我をした人もいるみたいだよ。そしてカメも骨を食べるよ。ヒョウモンガメは骨をたくさん含んでいるハイエナのうんこを食べることが知られているよ。砂漠に住んでいるサバクリカガメも骨目当てにヒゲワシのうんこを食べるんだけど、それだけでは足りずに仲間の死骸から甲羅だけ食べることがあるんだよ。体を持ち上げてからパッと甲羅に足を引っ込めて自分の体重で甲羅をかち割る荒技をかけてから食べるところも目撃されているよ。そして鹿、牛、キリンなどの草食動物。冒頭にも言ったように草食動物もサプリメント的に骨をしゃぶることがあるよ。ハイエナやヒゲワシなどの肉食動物は湿っていてフレッシュな骨を好むのに対して、草食動物はカラッカラに乾いている骨を好むらしいよ。そして深海からは骨食いハナムシ。骨食いハナムシはクジラの死骸に群がる鯨骨生物群衆の一種で、クジラの骨を食べる海底生物だよ。骨食いハナムシはクジラの骨に根を張ってそこから有機物を吸収するんだよ。こんな感じで骨の内部がスカスカになるの。この赤くヒラヒラとした部分には人間と同じ赤い血液が流れているんだよ。そして古代には恐竜の骨を食べる強者がいたんだよ。ここ10年ぐらいで古生物学者たちは恐竜の骨にかじられた跡があることを発見しているの。詳しいことは分かっていないんだけど、おそらく甲虫が恐竜が死んだ後にご飯を求めて骨までかじったというのが有力な説みたい。思ったより骨を食べる生物っているでしょ。本当だね。よく犬もアニメで骨を食べているよね。あれは間違ったイメージなんだよ。骨は硬くて内臓を傷つける可能性があるから、本当は犬にあげるのは良くないんだよ。私も子供の頃犬に骨をあげちゃっていたんだけどね、大人になってからそれが良くないって知ったよ。骨を食べていいのは神様にその能力を与えられたものだけなんだね。まあそういうこと。ということで今日は骨を食べる生物たちについてだったよ。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またねー。